ただいまからですね、本日のイベント、日独ベラルーシ今を見つめこれからを語る、開会させていただきたいと思います。本日のイベントですね、ドイツとベラルーシから12名のグループがチェルノブイリの経験、そしてその後のドイツの市民運動について共有するために10日間来日した、それに合わせて企画したものです。後ほどドイツのグループから最初に挨拶をしていただきますけれども、チェルノブイリ原発事故を直接体験した2名の女性、そして彼女たちが関わっているチェルノブイリの子どもたちという団体、ベラルーシの団体、そしてその団体とコンタクトを取って、1986年からチェルノブイリの子どもたちを守る活動、そしてエネルギーシフトに向けた活動をしている、こちらの核の脅威のない世界のための市民団体、ドイツの南の方の、南西のですね、小さな町ロットバイルという町、からやってきました、団体、後ほどその皆さんをご紹介したいと思います。本日のイベント、国際環境 NGO FOE ジャパンの主催で行います。私からさせていただきます。 FOE ジャパンの吉田明子と申します。どうぞよろしくお願いします。本日のイベントですね、たくさんの皆さんのご協力によって開催させていただいています。チェルノブイリ子ども基金の皆さん、写真展を15日に、訪問しました。そしてパルシステム連合会、大竹財団、フリードリヒ・エーベルト財団、生活クラブ連合会、これらの皆さんの協力で開催いたします。そして今日はですね、特別のゲスト、鎌中ひとみさんが、後ほどコーディネーターとして、登壇してくださいます。ありがとうございます。それでは早速、ドイツのグループからの、ご挨拶、をさせていただきたいと思います。核の脅威のない世界のための市民団体、グループの代表のアンゲラ・ゲスラーさんから、まずご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。皆様、本日はグループを代表いたしまして、ご挨拶申し上げます。本日は、Wir stehen am Ende einer sehr bewegenden Woche, die wir hier in Japan verbracht haben. Der Beginn dieser gemeinsamen Woche war, fand in Hiroshima statt, im Friedensmuseum. Wir haben Tage in Tokio verbracht und wir waren 2 Tage dann in Fukushima.Überall haben wir sehr bewegende Gespräche geführt. 非常に感動的、いろいろ心を動かされるお話をさせていただきまして、伺いました。そしてチェルノブイリの状況、そして福島の状況について意見を交換しました。いろんなところでお話を伺った方々、悲観主義者でもありませんし、また過激主義者というわけでもありません。皆さん非常に心配をされているんです。自分の生活がどうなっていくか、そして家族の生活がどうなっていくのか、そういったことを心配されておられる方々でした。自分の町がどうなるのか、自分のふるさと、そしてこの世界、核を持つ世界がこれからどうなっていくのかということに大きな懸念を持っている方々でした。私たちはドイツ、そしてベラルーシからやってまいりました。この心配、不安というのを私たちもよくわかります。ベラルーシの方々は28年来、
チェルノブイル、そしてそのチェルノブイルの影響のもとに暮らしています。ドイツにおいても非常に大きな衝撃が広がりました。それはこうしたことから私たち市民団体を作りました。後ほどご紹介をさせていただきたいと思います。それではグループの紹介をさせていただきます。6名がベラルーシ、そして6名がドイツから来ています。若い方、年配の方参加してもらっています。ベラルーシからですけれども、マーシャさんとルドミラさんです。後ほどこの二方からは個人的なご体験、そしてチェルノブイリの子どもたちのための活動についてお話をいただきます。そして若者グループですけれども、アレーナさん、カチャさん、サシャさん、そしてドイツのグループですけれども、ユタさん、ユタさんはソラエナジーと、それから再生可能エネルギーの関連の団体で活動されております。それからハンスさんは市民団体で活動してくださっています。そして若い人たちも来てもらっています。ソニアさんとカチャさんです。またエレナさんもベラルーシから来てくださっています。私たちの市民団体ですけれども、チェルノブイリの事故の後に作られました。当時1980年、私たちは小規模ですけれどもグループを作りまして、それ以来活動を続けています。1989年から、チェルノブイリの子どものためにと、子どもたちのためにというベラルーシのグループと活動を行っています。チェルノブイリの事故の被害者と連帯をし、支援をするということを目標にしています。また2つ目はチェルノブイリの事故が忘れられないように図っていくこと、そして3つ目の重要な目標はエネルギーシフト、ドイツにおけるエネルギーシフト、そして日本、ベラルーシ、世界における再生可能エネルギーを活用したエネルギーシフトを現実のものにしていくということです。チェルノブイリの原発事故の後、ドイツの政府は国民に対して約束をしました。核の時代を間もなくやがて終わらせるという約束です。90年代になりまして、これの関連の法案は骨抜きにされていきました。福島の原発事故を受けまして、その後もう一度ドイツの生活に衝撃が広がりました。再び何十万もの人々が反原発の運動に参加をしたのです。そして政府は脱原発の政策を再び定めることになりました。そして具体的な取り組みをすぐに進めていくことになりました。即時停止された原発もありました。現在2022年までに脱原発を完了させるという目標を進めています。私たちの市民団体は
1986年に創設されました。それから28年になりますけれども、そこで得た教訓は次のことです。脱原発を成功させていくためには、そしてエネルギーシフトを現実のものにさせていくためには、3つの柱が不可欠だということです。1つ目の柱は、情報を持ってそして積極的な活動をする市民の存在です。そして2つ目の柱は政治的な意思です。そして政治的法律を通じた政治的な枠組みを作っていくということです。そして3つ目の柱は経済のイノベーション。それがあって初めて古い技術である原子力に代わるものを作っていくことができるのです。このイノベーション力のある経済、その一例として、ユッター・ガウクラーさんにお話をいただきたいと思います。ドイツで具体的にどのような取り組みが進められているかということをお話しいただきたいと思います。ソーラーコンプレクシャという会社をご紹介申し上げたいと思います。2000年に創設された、市民によって創設された企業です。4日間創設当初議論を行い、エネルギーシフトについて話し合いました。 100% 再生可能エネルギーによって1世代の間、すなわち30年後にはそうした 100% 再生可能エネルギーのエネルギー供給を実現しようというものです。まず私どもは議論だけではなくて具体的なプロジェクトを実現していくということを目標にしました。そして2つ目は、できるだけ多くの市民そしてプレイヤーとともに、できるだけ1人頭の出資額は少なくし、すなわち1000ユーロといった単位にし、多くの人々の参加を募るということです。そして3つ目は、地域を限定して防電庫周辺のみでプロジェクトを行っていくということです。できるだけ自分たちの近隣地域で自分たちのプロジェクトを見ることができる、そしてその実施を行うことができるということです。40人のスタッフがおりまして、現在1億ユーロの出資を行っています。で、1000人の支援によって出資者によって活動を行っています。その活動の中身ですけれども、太陽エネルギーで太陽光と太陽熱温水器、風力、水力、バイオエネルギー、その中にはバイオガスもありますし、木質バイオマスも入っています。また我々の特徴として、全くエネルギー自給を行っている自治体を、電力についても、また地域暖房についても実現しています。最後に日本の本を紹介させてください。非常に具体的な例が、再生可能エネルギーをいかにして取り入れているのか、ヨーロッパにおける実例を紹介しており、その中には私どものバイオエネルギー村についての紹介も掲載されていますので、ぜひご覧になってください。ありがとうございました。このグループの皆さんがベラルーシの皆さんと一緒に今回来てくれました。ありがとうございます。
ちょっとここで同時通訳のレシーバー、聞こえない方がいらっしゃったら手を挙げていただけますでしょうか。スタッフが交換のものを持っていきます。大丈夫でしょうか。もし万が一いらしたらすぐに言ってください。受付にまだ予備がありますので、はい。今日ですね、ちょっとこのイベントとても時間内容が盛りだくさんなので、皆さんにこの全部のプレゼンをお出しできなかったんですけれども、渡した資料の中にですね、このロットガイルの核の脅威のない世界のための市民団体、そしてユタ・ガフラーさんのソーラーコンプレックス社についてのプレゼン入っておりますので、中見ていただけたらと思います。では最初にですね、チェルノブイリをの直接の体験ということで、マリア・プラトコフスカヤさん、ベラルーシ・ミンツクからいらっしゃいました。この話を伺いたいと思います。マリアさん、よろしくお願いします。主にチェルノブイリでのご自身の経験について語っていただきます。よろしくお願いします。ベロルスから、こんにちは。皆様、友人の皆様、本日故郷はるか離れて皆様にチェルノブイリの大惨事についてお話をするために参りました。あれから28年、そして福島から3年経ちました。ミルコシ、オコマ町、宮古寺並びに大熊町の今回視察し、大変衝撃を受けました。自然の景観が非常に美しく、人々は大変親切で、しかしながら皆さんマスクをし、線量計を持ち、そして非常に多くの放射性廃棄物の入ったゴミ袋がありました。非常に人のいないからの家が並び、そして遊ぶ子どものいないおもちゃが転がっていました。まさに福島の悲しい運命を私どもも共にしています。というのも、私ども全く同じ経験をしたからであります。さて、私のチェルノブイリ体験、私の個人的な体験についてお話しいたします。チェルノブイリの事故により、私の故郷の村は放射能の深刻な汚染を被りました。私は当時臨月、お腹に子供を宿していました。お腹の中の子供の叫びは聞こえませんでした。事故のあと、私はチェルノブイリの子どもたちという団体の関連しに活動するようになります。私どもの団体はさまざまな活動を行っています。障害を持つ人々、それから移住をした人々、高齢者の人々のために社会的なプロジェクト、人道的プロジェクト等を行っています。また
外国やベラルーシ国内において子どもたちが保養できるようなプロジェクトも行っています。私どもの団体は他の汚染地域のさまざまな団体と協力して活動を行っています。私どものすべてのプロジェクトはドイツの皆さんから資金的な協力を受けています。毎年2万7000人の子どもたちが外国で保養できるように外国に派遣されています。これまで全体として15万人の子どもたちがそうした保養プログラムに参加してきました。汚染地域の子どもたちのうち 20% は比較的健康です。大体私が訪問する村々の大体 11% の子どもたちが健康だと言えるでしょう。国家的な支援はあまりにも少なく、毎年どんどん少なくなってきています。すべての免疫の問題、腫瘍、そして甲状腺がんといった病に苦しんでいる子どもたちもたくさんいます。本日はドイツのパートナー団体に寄せられた子どもたちの親たちからのお手紙を紹介します。一つのある手紙には、ルドミラと申します。グロシコビッチ村において、チェルノブイリの近くのこの村において、多くの子どもたち、多くの母親たちがいました。彼女たちは皆健康な子どもたちを夢見ていました。私自身は小学校に勤務し、子どもたちが疲れやすいのを見ました。多くの子どもたちが頭痛に悩まされ、甲状腺の問題を抱える子どもの数が増えています。12歳の娘もやはり病気です。子どもが病気であるというのは辛いことです。しかも手助けをしてあげられないというのは辛いことです。神に祈るしかできません。もう一つの手紙には、私はエレナと言いますという書き出しで始まる手紙があります。私も小学校の教師をもうすでに35年続けています。子どもの健康状態が非常に変化してきているというのを目にしています。最初は親が戦後生まれの子どもたちの面倒を見ていました。この子どもたちは
今思ってみるとチェルノブイリ後に生まれた子どもたちよりも健康だった気がします。今の子どもたちは甲状腺、免疫、腎臓、頭痛といった問題やその他全体に虚弱体質に悩まされています。学校で問題を抱えるようになります。集中できない、そしてなかなか物事を覚えられないという問題があり、彼らに医療的措置を施すことが必要ですが、今のところ非常に不足しています。それが次の手紙です。バレンティーナと言います。私の子供が通っている学校では250人の子供が通っています。汚染の強いベラルーシの南部の町や村から通ってきている子どもたちです。子どもたちのうち 19% だけが健康に問題のない子どもたちです。他の子どもたちはみないろいろな問題を抱えています。例えば甲状腺、胃腸、免疫の障害などです。私たちは支援を必要としています。この冬、私はある母親から手紙をもらいました。ペテルコフのアンナ・ヒルドラという人です。ゴメル州の人です。彼女は手紙の中で私たちに支援を訴えてきています。私は6人の子供を抱える母親です。一番若い小さな息子のニコライですけれども、チェルノブイリの事故以来子どもたちは一度も心安らぐ時がありませんでした。私たちの家族の金銭的な状況というのはなかなか厳しいものがあり、収入が少ない。私自身も手術を甲状腺がんのために行い、仕事に従事することができません。私たちの子どもたちに生活させるために収入が必要であり、学業や洋服を買ってやる、さまざまなことをしてやる余裕がありません。私の夫は農業分野でトラクターを運転しています。私自身は動物の世話をしていました。私の健康状態が悪化したため、その仕事をできなくなっており、子どもも非常に健康の問題を抱えています。どうか私たちを助けてください。そして私の字が非常に読みづらいことを申し訳なく思います。手術後私の手は震えて仕方がないのです。こうした手紙が何千も私どものところに舞い込みます。何千もの運命が書かれている手紙です。私たちの活動
において、できるだけの多くの子どもたちに保養の機会を与えたいと思っています。しかし、残念ながら国の支援は全く不十分なものです。私たちの大統領、そして私たちの政府はもはやチェルノブイリという名前を聞きたくないと考えています。しかしチェルノブイリは永遠に私たちの頭の中に残るでしょう。ありがとうございました。マシさん、ありがとうございます。この資料の中にもあるんですけれども、政府が、チェルノブイリという言葉の使用を禁止したということで、このチェルノブイリの子どもたちという財団も、名前を変えなければいけなかったということです。状況は本当に似ているなと思います。続きまして、リュドミラ・マルシケビッチさんから、ユルミラさんはご自身糖尿病を患っていて、特に糖尿病、チェルノブイリの事故の影響で小児糖尿病にかかった子どもたちの支援活動をされています。お願いします。Здравствуйте. Я. Ich bin Leiterin Projekt Leben mit Diabetes.私はプロジェクト糖尿病とともに生きるのプロジェクトリーダーをしています。私たちの財団は98年に設立されました。そして一つのグループがインドを訪問しました。それが現在進めているプロジェクトであり、一つには子どもの保養のためのプロジェクトを進めています。子ども、病気の子どもがたくさんいる中で何をすべきか、いろいろな病気を抱えている、たくさんの子どもたちがチェルノブイリの事故の後糖尿病にかかりました。したがってそうしたことから、私たちは新しいプロジェクトを立ち上げました。1992年に、糖尿病と共に生きるという活動を立ち上げました。他国との協力のもと保養の機会を提供するというものです。このこうした子どもたちには、例えば休暇のキャンプに行ったりする機会がありませんでした。そうした子どもたちに、医師のいるところで外国で保養してもらうというプロジェクトです。さまざまな活動を続けましたが、すべての家族がそうした病気を抱えた子どもとどう向き合っていいかわからないというケースを多く見てきました。そしてロートワイルのグループとの交流が始まりました。ロートワイルでアンゲラ・ゲスラーさんがリーダーですけれども、私たちの問題をご覧になりまして、私たちのため、そして大人のためにさまざまな教育プログラムを立ち上げてくれました。看護師、医師の協力のもとに進めてくださっています。そちらに派遣された人は医療の提供も受けます。それもやはり重要なことであります。糖尿病の子どもたちの保養と並行し、そうした活動も続けています。こちらはベラルーシの地図です。ご覧いただきますように、ベラルーシはあまり大きくありません。面積は約20万平方キロ、そして人口は約900万人です。
これは現在の地図ですね。チェルノブイリの事故まではもっと人口は多かったのです。ベラルーシには118の行政区があります。そのうち激しく汚染された地区あるいは汚染された行政区というのがあります。というふうに区分されています。 20%、25% が汚染された地域となっています。この地図をご覧いただきたいのですけれども、国土における汚染の状況が示されています。20%、セシウムが 20%、ストロンチウムが 10% となっています。それから超ウラン元素の同位体による汚染であります。今日、ベラルーシで糖尿病にかかっている子どものグラスです。1型の2型でありますけども、1型の糖尿病の子どもの数です。合計ベラルーシでは1590人で、5ミル地区とそれからマヒリョ地区、行政地区というのが6つありますけれども、その中でも糖尿病の多い地区というのもご覧いただけると思います。こちらが私たちのチームであります。看護師、医師、そして2人の教育者であります。活動は3段階に分かれています。まず1つには子ども青少年のための教育であります。休みの間に療養をしてもらうという活動です。2年前から母子のための活動もしています。というのも母親も小さい子を抱えてどうしたらいいのかわからないという人がたくさんいるからです。お二人の子供で、糖尿病を抱えた子供がいる。そうした人たちへの支援をしています。そして3つ目の活動分野ですけれども、外国における療養プログラムです。いろいろな国でこうした活動を進めています。さて、ではどういった活動をしているのかと言いますと、インスリンの機能のどうなっているのか、正しい食事の仕方はどうなのか、血糖値の管理など、あるいは食事の仕方、そういったことを学んでいきます。インスリンの分量の調整をしたり、あるいは子どもが学んだことを見守っていく。ただし教育だけではなくて、楽しみもいろいろ楽しいこともやっていきます。歌を歌ったり、スポーツをしたり。スポーツは大変重要です。で、全ての子どもたちはこのような形でいろいろな支援を受けています。私の国では非常に医療機器が高額であります。インスリンだけは無料ですけれども、ただこの種はあまりいい質のものでは、品質のものではありません。ノバノルディスという会社のインスリンですけれども、
18歳以降の子どもは自国の製品を使うざるを得ません。私たちは針ですとかインスリンペン、ランセットなどといった機材を提供しています。ドイツの活動の支援を受けてそうした医療機器をもらっています。自分で買えない子どもたちがに送っています。これはドイツにおける保養プログラムのカメンツという場所での写真です。そしてこちらは親子のプログラムです。そして、私たちのキャンプに参加してくれた子どもたちの写真です。サナトリウムには素晴らしいプールもついています。チェルノブイリは私の人生にとってとても重いものです。私はふるさとを失いました。私の父母はチェルノブイリの事故まではホイニキという地区に住んでいました。この村はもう何もなくなってしまいました。もう野原となってしまっているのです。ふるさとが一体どういうことを何を意味しているのか、どんなに重要なものか、みんな分かっていると思います。忘れることができるようなものではありません。私の父は士官でした。で、移動が多い職業でありました。ですから私は祖父母と一緒に過ごす時間が多かったの、長かったのです。親類はみんなベラルーシの各地に離れ離れになってしまっています。私の父は一人で残っています。私はおばはいません。20年以上経ちましたけれども皆さん亡くなってしまいました。ほとんどの皆さんは皆がんにかかっています。いとこや兄弟も手術を受けました。私たちは福島に行きましたが、私にとっては驚いたことがあります。初めて28年以来初めて この計測器を、線量計を見たのです。28年以来初めてのことです。福島についての映画を見ました。映像を見ました。子どもたちが首から線量計を下げています。そうした映像でした。子どもたちはどれだけ線量計で数値を確認していました。5キュリーとなった場合には子どもは年1回保養を受ける。そして10キュリーになった場合には年2回ということになっています。日本では どうでしょうか。チェルノブイリが続いているというような感じを受けました。チェルノブイリの石管に血管があり放射能が漏れ出している。広島はそんなことはありませんでした。広島では爆弾、原爆が落とされたわけですけれども、そういったチェルノブイリのような問題は起きていないのではないか。チェルノブイリは28年経っても出続けている。福島はどうでしょうか。
しかし人々は落ち着いているのではないか、そういった印象を受けました。私にとっては非常に、忘れることのできないような滞在になりまして、いろんな人と話をしました。家に帰ってみたら全て壊れていた、そういった話も聞きました。とても素晴らしい地域でした。桜を見ました。お花見もできました。日本全国からバスが来ていました。やはり、我が国とはちょっと状況が違うなという印象も受けました。ご清聴ありがとうございました。ユリアさん、ありがとうございます。お二人への質問を今書いていただきまして、後で後半のディスカッションの最初に答えていただきます。ベラルーシで明らかにですね、病気の子どもたちの割合が増えている、彼女は糖尿病のことについてやっていますけれども、1型糖尿病、小児糖尿病、糖尿病を持って生まれるような子どもたちも明らかに増えているということでした。もし皆さんの中で、そういった糖尿病の子どもたちへの支援などに携わっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、彼女非常に関心を持っていますので、後ほどお声掛けいただけたらと思います。また福島に、水曜木曜と行ってきたんですけれども、ベラルーシ製の染料系って結構日本で有名ですよね。でベラルーシでは、しかしそういったもの全く市民が買えるようには売られていないんだそうなんですね。で今まで自分がどのぐらい進学したかということを全く知らされてこなかったし、CRMS の市民放射能測定所もで、ホールボディカウンターなんかも見学したんですけども、そういうのも市民レベルでできるということはベラルーシでは全くないということでした。それではここで、浜中ひとみさんから、浜中さん今新しい映画の取材でベラルーシに行ってらっしゃいますので、その映像も交えてお願いします。皆さんこんにちは、浜中です。今日はようこそいらしてくださいました。ありがとうございます。今マリアさんとリドミラさんからご体験をお話しいただくということを、マリアとリドミラ、ihre Berichte gehört. Ich habe jetzt mein neues Projekt durchgeführt hier in Fukushima und in Belarus in Vorbereitung auf meinen neuen Film. Kanon in leiser Stimme heißt dieser Film oder soll dieser Film heißen. In Japan habe ich halt Mütter in Fukushima oder aus Fukushima interviewt.Von Fukushima sind radioaktive Substanzen ausgestoßen worden. Sie wurden nicht nur von Kindern in Fukushima inhaliert, sondern auch in Chiba oder in Tochigi oder sogar in Gunma. Fünf Kinder wurden als...Schilddrüsenkrebs erkrankt bisher anerkannt worden, aber es gibt kaum Mütter, die sagen, es gibt Mütter, die, Entschuldigung, 75 Kinder haben inzwischen Schilddrüsenkrebs, aber unter den Müttern dieser 75 Kinder gibt es keine einzige Mutter, die vor Fernsehkamera getreten ist und gesagt hat, dass ihr Kind Schilddrüsenkrebs hat und das wahrscheinlich wegen dem AKW-Unfall passiert ist. Denn ihnen wird gesagt, dass diese Erkrankung nicht auf Fukushima zurückzuführen sei. Sie tun es sich sehr schwer, vor solche Kritiken an Regierung zu üben oder den Zusammenhang zwischen Krankheiten und dem Unfall herzustellen.Wir möchten, dass
uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir uns als Opfer fühlen, deutlich wir als Opfer fühlen und das Problem aus, unter dem Gesichtspunkt als Opfer zu sehen und wie wir halt diese Probleme an die anderen Leute weiterleiten können. Und hier steht auf Japanisch Atomausstieg bzw. Ausstieg aus der aus den Atomkraftwerken. Fukushima werden weiter radioaktive Substanzen ausgestoßen. Wir haben nicht nur Fukushima Daiichi, sondern auch Fukushima Daini. In Fukushima gibt es inzwischen Konsensus, dass die Präfektur Fukushima keine Energie aus der Atomkraftwerken benutzen, aber japanweit gibt es 54 Kraftwerke an 17 Orten und alle sind jetzt derzeit vom Netz, aber die Regierung versucht, einige wieder in Betrieb zu nehmen, als allererste die Reaktoren vom AKW Sendai in Kyushu. Aber die Regierung möchte auf keinen Fall momentan oder sich keiner Kritik aussetzen. Und deshalb will sie vermeiden, Atomkraftwerke in Fukushima wieder anzufahren. Viele Japaner wollen Atomausstieg. Und wir sehen, dass es wir wollen, dass die radioaktive Strahlung so wenig wie möglich gehalten werden. Die Regierung sagt, dass 20 Millisievert pro Jahr sei noch zulässig, aber in Belarus ist es so, dass jeder, der halt mehr als 1 Millisievert pro Jahr ausgesetzt ist, Recht auf Umsiedlung hat. In Japan lässt die Regierung eine Strahlendosis von viermal so viel in Belarus zu. Wir wollen lernen, wie die Regierung in Belarus oder wie der Staat in Belarus halt diese 1 Millisievert Grenze gesetzt hat und warum Japan so tolerant sozusagen in Bezug auf die Menge von Strahlendosen ist. Woher kommt dieser Unterschied? Ein wichtiges Schlüsselwort lautet meiner Meinung nach Unterbewertung. Es gibt wir haben Verdacht, dass die Regierung gesundheitliche Probleme nur wenn dann überhaupt in der Gefahr des Schilddrüsenkrebs sieht. 2012 war ich in Belarus an einem Ort namens Brest. Kamarepo, das ist mein Videobeitrag, den ich regelmäßig ins Internet einstelle, eine Art von Videobrief oder Videoletter. Eine Fabrik in Brest, wo 3000 Frauen beschäftigt sind. Sie werden einmal im Jahr auf deren Schilddrüsen ärztlich untersucht. Tatsächlich, diese Person ist 29 Jahre alt.
Diese 29-jährige Frau, sie war 3 Jahre alt, als Tschernobyl explodiert. Also 26 Jahre später möchte sie jetzt heiraten und sie hat feststellen müssen, dass es Funktionsstörungen in ihrer Schilddrüse gibt und dass es auch Tumoren gibt, die angeblich gutartig sind. Man merkt aber halt Probleme gar nicht. Man muss zunächst untersuchen und das Problem ärztlich diagnostizieren lassen. Wenn es keine Untersuchung gibt, dann merkt man das sehr lange nicht. Und der Arzt, der sie untersucht, heißt im Übrigen Wladimir. Er meint zu ihr, er sagt zu ihr, dass sie, er sagte zu uns, dass solche regelmäßigen Untersuchungen deshalb sehr wichtig sind, weil sonst viele Frauen, ohne ihre Krankheit zu bemerken, Kinder zur Welt bringen. Und deshalb finanziert er oder finanziert sein Team seine Untersuchungstour sozusagen. Die mobile Praxis hat das Team, um halt überall im Lande Frauen zu untersuchen und auf deren eventuelle gesundheitliche Probleme aufmerksam zu machen. Es gibt keinen Ton. Haben Sie jetzt den Ton? Народ все равно верит в лучшее, все равно нужно работать, нужно рожать детей, нужно жить. Sie sagt, Frauen müssen leben und Hoffnungen haben und Kinder zur Welt bringen. Viele Frauen tendieren dazu, über unglückliche Aspekte in ihrem Leben nicht nachzudenken. Deshalb möchten sie halt mit Problemen nicht auseinandergesetzt werden. So kommt ja auch die Unterbewertung des Problems zustande, sozusagen. Das sind die Daten von 1985 bis 2011, bis zum Jahr 2000. Самый большой пик заболеваемости был в 96 году. Начали первые случаи появляться рака щитовидной железы. Gab es 1996 die höchste Zahl von krebskranken Kinder, Schilddrüsenkrebskranken Kinder. Und diese lange Balken, besonders lange Balken, lassen uns erkennen, dass wir mit diesen Problemen halt länger zu tun haben müssen. 10 Jahre später werden die jetzigen 10-Jährigen 20 Jahre alt, die Kinder werden älter und sie werden dann als Erwachsene Probleme bekommen. Es gibt halt zeitversetzt bekommen sie Probleme. Wenn sie halt keine Schilddrüsenkrebs bekommen haben,
werden sie andere Tumorenerkrankungen als Erwachsene bekommen. Wenn die Regierung schon jetzt das Problem der Schilddrüsenkrebs nicht als Folge des Unfalls anerkennen, wird sie als sicherlich solche Krebserkrankungen auf keinen Fall als Folge von Fukushima ansehen. In Belarus sehen wir aber, wie Sie hier sehen, eben längerfristige Folgen, gesundheitliche Folgen des Unfalls. Die Ärzte in Belarus sagen, dass das Schilddrüsenproblem sich 100 Jahre fortsetzen kann als Folge von Tschernobyl. Vor 28 Jahren war der Unfall. Und die Regierungsbeamten von Japan sind sehr zahlreich in Belarus, um sich zu informieren, aber solche Daten und Informationen nehmen sie offenbar nicht mit nach Japan. Sie bewerten das Problem zu gering, also diese Geringschätzung ist sehr gefährlich. Alle sagen, dass die Erholung sehr vom Nutzen sein kann. Schilddrüsenkrebs kommt von der Inhalierung von Jod. Die Halbwertszeit von Jod, radioaktiven Jod, sind 8 Tage. Und dadurch gab es trotzdem hat die Regierung vor diesem Problem nicht rechtzeitig gewarnt. Eigentlich hätte die Regierung bzw. die Präfekturverwaltung Fukushima, die ja halt zuhauf von Jodtabletten hatte, gar nicht angeordnet, die Jodtabletten einzunehmen, sodass wir wirklich uns gefasst sein müssen auf eine drastische Zunahme von krebskranken Kindern. Wenn in Tschernobyl mit 100 Jahren Folgen gerechnet werden muss, müssen wir natürlich auch das gleiche Problem vermuten. Aber die Regierung sagt, dass nur ein Siebtel der radioaktiven Substanzen freigesetzt wurden hier in Fukushima, sodass wir nicht ähnliche Probleme haben würden hier in Japan. Aber Sie sehen die Karte mit Kennzeichnung von kontaminierten Gebieten. Diese blaue Zone müsste eigentlich als No-Go-Zone ausgewiesen werden in Belarus. Aber dort fährt zum Beispiel der Shinkansen. Das ist die Speedy-Simulation. Und das ist die Karte von Belarus, beziehungsweise Gomel. Da hat man in Belarus die Bodenkontaminationen untersucht. Aber in Japan gibt es keine, die liegen keine Ergebnisse von Untersuchungen der Bodenkontamination vor. Die Luft
Dosis, also die Dosis, Strahlendosis in der Luft verringert sich. Aber im Boden wird Cäsium bleiben. Momentan laufen Dekontaminierungsarbeiten in den vollen in Japan gibt es auf der anderen Seite 20 Millisievert Regel, sodass die Regierung jetzt halt grundsätzlich empfehlen, in Fukushima weiter zu wohnen. Aber wir müssen eigentlich, wie in Belarus, solche detaillierte Kontaminationskarte erstellen. Und das gleiche Standard bzw. die Dosengrenze von 1 Millisievert einführen. Die Kinder bekommen auch kaum Gelegenheit für solche Erholungsaufenthalte, während solche Aufenthalte in Belarus staatlich finanziert wurden. An 9 Stellen im Inland verbringen 45.000 Kinder nach dem Gleichheitsprinzip in solchen Sanatorien bzw. Erholungszentren. Wie sieht es in Japan aus? In Fukushima haben wir 360.000 Kinder und 4 Millionen Kinder sind in der gesamten Kanto-Region. Kein einziges Kind erhält Subventionen für Erholungsaufenthalte. Wir möchten halt eine ähnliche Situation wie in Belarus verwirklichen. Das heißt, dass Kinder, egal ob ihre Eltern reich sind oder wenig Einkommen haben, Recht erhalten, in anderen Regionen Erholungsurlaube zu verbringen. Die Kinder werden vergessen, die Kinder werden im Stich gelassen. Wir müssen halt diese Tatsache, dass die Kinder halt vergessen werden, richtig ins Bewusstsein einprägen und problembewusst werden. Hinten haben sie DVD-Filme, die sie halt hinten kaufen können. Vielen Dank. それではこれから10分間の休憩を取りたいと思います。